大阪府再生会富んだばやし病院は、大阪府富んだばやし市にある、公設民営型民間病院、救急国事病院、大阪府がん診療拠点病院、大阪府肝炎専門医療機関、大阪府難病医療協力病院等に指定されている。この不市は、医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。 大阪府救急国事医療機関一覧 PDF ファイル1 5 6キロバイト大阪府健康医療部保健医療室医療対策課救急災害医療グループ2020年7月12日閲覧大阪府内の眼診療拠点病院一覧大阪府健康医療部健康推進室健康づくり化生活習慣病眼対策グループ 2020年7月12日閲覧。肝炎専門医療機関と肝炎協力医療機関。大阪府健康医療部健康推進室、健康づくり化生活習慣病、癌対策グループ。2020年7月12日閲覧。大阪府難病医療協力病院。大阪府健康医療部保健医療室地域保健課疾病対策、援護グループ。 2020年7月12日閲覧。病院概要、遠隔。再生会富田林病院。2020年7月12日閲覧。富田林病院の譲渡等に関する基本協定書。富田林市。2021年7月1日閲覧。AB。 https://www.tondabayashi.saiseikai.or.jp newwar.t newover.html 概要を医療の多様な展開質の高い医療機能を支える病院へ再生会とんだばやし病院 2020年7月12日閲覧。病院概要、遠隔。再生会富田林病院。2021年1月9日閲覧。癌相談支援センターのご案内。再生会富田林病院。2020年7月12日閲覧。AB、大阪府医療機関情報システム。大阪府健康医療部保健医療室、保健医療企画課。 2020年7月12日閲覧大阪府の救急医療体制大阪府健康医療部保健医療室医療対策課救急災害医療グループ2021年7月1日閲覧 ABC 交通のご案内再生会とんだばやし病院2020年7月12日閲覧ありがとうございます